木々たちを揺らすさよ風、窓を叩く降り始めた雨、今日こそ気持ちを確かめたくて覗き込んだ濡れた瞳を、愛とこの感謝を込めて捧げよう一輪の花束にして、もしもあなたと出会わなければ知らずにいた人を愛することで、こんな強くなると、暗闇切り裂き光る稲妻、部屋に響く激しい雨音、無口なままの赤い唇に触れたくても、触れられぬまま、とめどない愛とこの胸の痛みを捧げよう一輪の花束にして、出会わなければ知らずにいた人を愛することで、こんなに弱くなると、炎のようにそっと燃えてる花びら、Love is forever. たとえ止まない雨で、どうもありがとうございます。黒い貴婦人一輪の花束、2曲続けてお届けしました。楽しんでますか？今日は平日にもかかわらずこんなにたくさんの、方々に来ていただいて嬉しく、思っておりますが、ここは葛飾区ですけども、やはり今日来たお客さんは、関東の方が多いんですかね。あ、そうでもない、そうですか。遠くから来た方もいらっしゃるかもしれませんし、この関東から、家から近い方もいらっしゃるかもしれません。
今日の日を楽しみにしていただいたか、いただいて今日を迎えている方もたくさんいらっしゃると思います。または友達に誘われていやいや来た方もそんなことないですか。たまたま友達が行けなくなって、来た方、まあいろんな事情の方、いらっしゃるかもしれませんけど、皆さんここに来たことには、変わらないわけでございますから、ぜひ楽しんでいただきたいなと思っております。2階席の皆さんもありがとうございます。前のお客さんもありがとうございます。後ろの方もちゃんと見えてます。ありがとうございます。あ、オペラグラスで僕を見てくださってる方が、そうですか、すいません、こんなつまんない顔を見ていただいて、よく見えますか。ありがとうございます座っちゃってますね。いやいいですまあでも今日、あ、ちょっと今日はね、まあ楽しんでいきましょうよね。長いわけですからね、長丁場ですから、今日はぜひ楽しんで、もう今日はね、カメラが入っておりまして、久しぶりに撮るんですね、このカメラね。カメラが入ってるということは、もしかしたら何らかの形で皆さんに、まだ皆さんにしか言ってないですかね、まあ発売になる、かもしれませんけれども、もうそういうわけでね、あ、待ってましたという、そうですか、ありがとうございます。僕もね、本当にライブは撮りたくてね、ずっと、4年ぶりかな、ライブ、撮るんですけれども、本当にやっぱりライブでね、今まで収録してない曲とか、何を歌おう、もうライブで初めて歌う曲とかも含めてですね、もう本当に今回は苦労しましたけれども、セットリスト、見応えのあるそんなショーになっていると思いますさあ本当に僕のこの9年間っていうのは、いろんな人に支えられて、そしてこの一つの道ができていって、皆さんに感謝の気持ち、いつも皆さんの温かさ、ぬくもりを感じて、今ここに立てております。ぬくもり、聞いてください。